で。買い物できます。あ、できます。はい、これ何です？生ハム買いたいんですけど。どういう風に買ったらいいですか？何枚切りましょうか？どういう金額でもいいですよ。あ、金額？金額でもいいし。10枚ぐらいですね。どうでしょう？10枚ぐらい？あ、10枚ぐらい。10枚しましょう。はい、はい。初めて？初めてです。この間平日かけてお休みだって、なんか電話取ってくれちゃって、土曜日がいいですよって。土曜日が待ってる。なんかハムも買っていいですか？なんかサラミみたいなやつ。ない。何がなんかおすすめのかとか。ハム。ごめんなさい。これ食べていいんですよ。食べていい。食べていい。食べてってこと？初めて。これ手つまんで食べて。嘘。すごいですねこれ。マジですか。子供連れてくれよかった。あ、うまっ。これ食べていいことだったんだ、うん、これはうまいわ。これ添加物入ってないですけど、これはやばいね。燻製ですかこれ。燻製ですよ。ですよね。燻製だよな。うまっ。これやばいですね。いや、わからんかった。初めて。1100円だったけど、1000円の方が1000円だったんだ。まあ、1000円ですよ。あ、あとハムもなんか、おすべなんか一緒に買おうか。1000円のパックあるけど、1000円ぐらいで1000円ぐらいで2000円ぐらい。あ、2000円にします。じゃあ、それで。ですかね。はい。ありがとうございます。こんなもんどうですか？ありがとうございます。1000円ですね。はい、それ1000円なんです。これ1000円です。すごい。あ、できるのかな？これ1000円ですよね。高い家賃払わんでいいかな。めっちゃかっこいいですね、これ。建物。ただみたいなもんで。いやいや。はい、これでいいですかね。まあ、まとめて、時間があったらお手なくなります。来ます。今日は慣れてきれいけど、切っておりますから。あ、うまかった。とろけたわ。まだこっちに切っておきますよ、スペイン。あ、スペイン。実はスペイン行ったんですよ。言ってるか、ちょっと。いやいや、大丈夫。昔ね。あれ強かったよね。あれ、なんか癖あったよね。食えんかった。いや、全然違うっすね。めっちゃうまかった。え？辛かったね。美味しいのは美味しいね。
払わんかしたんもう、うちで持って帰ったり、これ生ハム、スペイン生ハム。いいえ。あ、うまいわこれ確かに。あら。え、嘘。いいですか。あ、おいしい。生ハムくれちゃった。なんか釣り雨降り出して。